ハロウィンのトリックオアトリート。ハロウィンになると子供たちがトリックオアトリートって言いながら家々を回ってお菓子をもらうの見ることあるよね。このトリックオアトリート、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞっていう風習がなぜ生まれたのかっていうのにはいくつかの理由があるよ。一つはソウリングっていうヨーロッパにあった昔の風習。キリスト教を信じている人が村から村を回り、成仏できない魂を沈めていったんだ。それで魂を沈める代わりにその人たちはソウルケーキっていうお菓子をもらっていた。ソウルケーキはブドウが入っているお菓子だよ。もし魂を沈めてもらった家の人がソウルケーキをあげなかったら、死んだ人の魂が成仏できなくて魂が悪さをしちゃうんだ。これがアメリカにも伝わって、ハロウィンと合わさっていたずらしないと悪さをするぞ、トリックはトリートにつながっていったんだ。これが一つの説ね。他にも中世にお祭り用の食べ物をくださいって食べ物をもらって歩いた農民の様子を真似たものがトリックはトリートに変わっていったっていう説もある。もし子供たちがトリックはトリートって言いながら家に来たら、大人はどうしたらいいんだろう。それはハッピーハロウィンって言いながら、バスケットにお店で売っているお菓子、キャンディーやチョコなどを入れるのがお約束。子供にも大人にも楽しい風習だね。今日も見てくれてありがとう。ちょっとでもいいと思ったらチャンネル登録してね。じゃあねー、バイバーイ。